テルなんだけども閉まってんなこれ。やべ。桜ももう葉桜です。はい、おはようございます。すげえ学校、まあ久しぶりの動画なんですけど、アームの動画上げられないからね、ちょっとこんな感じの動画になってしまいますけれども、仕事普通に相変わらずしてます。ただやっぱりスーパー関係は荷物多いけど、なんだろうな、主に食品運んでるんですけど、駅の、売店だとかね、荷物的には3分の1ぐらいで、駅には人いない状況になってきてますね、だいぶね。ということで、いつ終わるかわからないですけれども、皆さんどうお過ごしですか。で、お店の方なんかね、やっぱり商店街系がだいぶ潰れてて、どうにもなんないでしょうね、本当に。家賃も払わなくちゃいけないし、自分らなんかはこのトラック乗ってるけど、会社員だから、まあ、なんとか仕事もあるしっていう感じですけど、職種によってはもう本当にこんな、あれで、本当ね、生活がもう無理だよっていう人なんかももう出てきちゃってると思うので、これ以上、ね、一応、5月の8日ぐらいか、が普通っていうけど、まだ3週間もあるし、その3週間持ちこたえられるかっていうところですよね。ということで、まあ、本当にこういう状況ってみんな初めてだと思うんで、ね、まあこんなことになっちゃってますけれども、まあ、日は昇るということで、見えます?まあ、明るくなりますよ。夜があって朝がありますから、なんとか乗り切りましょう。いってらっしゃい。